チームウェリントン FC はニュージーランドのウェリントンに本拠地を置くサッカークラブ。2004年オーストラリアニュージーランドを中心としたオセアニア各地のサッカーリーグ再編、オセアニア地域の国際大会であるオセアニアクラブ選手権の創設などサッカー環境の整備が行われる中で創設されたクラブの一つである。2004から05シーズン。 チームウェリントンは期待された成績を下回り6位になった。翌シーズンは改善し4位で終えた。2015から16、2016から17シーズンと2年連続でニュージーランドフットボールチャンピオンシップを制しているが、OFC チャンピオンズリーグでは2015年、2016年、2017年と3年連続でオークランドシティ FC と決勝で対戦するもすべて敗れ。 フィファクラブワールドカップの出場を逃した。2017から18シーズンは、リーグ戦優勝こそ、オークランドシティに譲ったが、OFC チャンピオンズリーグでは準決勝で、オークランドシティを破って8連覇を阻止、決勝では、フィジーのラウトカ FC に勝利し、初のオセアニア王者となった。フィファクラブワールドカップ2018に初出場を、果たすと、1回戦で開催国王者のアルワイン。 FC と対戦し、前半だけで3点のリードを奪うも、後半に追いつかれ、PK 戦の末に敗れた。2018年12月7日、現在中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。